おかげです。私だけだったらずっと迷ったままでしたから。あの隊長さん、見回りしながらでいいんで少しだけ話を聞いてもらってもいいですか？ありがとうございます。どこから話そうかな。実は私はもともと勇者部の部員じゃなかったんです。部に入った理由も仕方なくというか成り行きというか、そういうところだったんですよ。勇者部は小さい頃から勇者になるためだけに教育を受けてきて、普通の生活なんか送れないんじゃないかって思ってた私は何の抵抗もなく受け入れてくれた。本当そう思います。でも勇者部にいるとユーナが引っ張ってくれて一緒に活動することができていたけど、こっちに来て気づいたんです。困っている人を見つけて自分から行動したことがほとんどなかったって。もちろん戦うため仲間を守るためなら迷いません。そういう訓練を受けてきましたから。だけど知らない人とか大人の人が相手だと何を考えてるかわからなくて、どう接すればいいのか迷ってしまうんです。でもユーナってそういう面倒なこと考えないんですよね。能天気でお気楽でだけど優しくて、この前ユーナがいろんな人を手助けしてるのを見て改めてすごいなって思ったんです。だからそれは隊長さんのおかげで。そうですけど、それなら頑張ってみます。姫。